動画をご視聴ありがとうございます。とんでもないニュースが入ってきた。俳優の横浜流星23が新型コロナウイルスに感染したことが分かった。21日、所属事務所が公式サイトで発表した。横浜は20日夜、舞台「巌流島」東京公演は8月6日初日の稽古から帰る途中に体調不良を訴え、発熱していたため、医療機関を受診したところ、抗原検査が陽性だったという。PCR 検査の結果はまだ出ていないが、保健所と病院が話し合った結果、新型コロナウイルスに感染していると判断された。保健所は、現在、横浜との濃厚接触者の確認を進めている。所属事務所は、仕事関係者、共演者の皆様、いつも応援してくださっているファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしていることを心よりお詫び申し上げます。当人も病状の回復に全力で努めておりますとしている。この報道を受け、ネットでは様々な声が上がっている。やっぱり舞台って密なのかもしれない。そんなイメージを与えてしまうよね。関係者は、観客が安心して観劇できる対策をさらに強烈に施してもらいたい。ずさんな対策しか講じていないままだとキャンセルが続出してしまう。お互いがウィン対ウィンの関係になれるさらなる取り組みを期待したい。症状が出てくれたからよかった。無症状でこのまま稽古続けていたらと思うとゾッとする。昨日まで一緒に稽古してた人たちは濃厚接触者になるだろうな。舞台の稽古終わりに演者が写真撮ったりして SNS に UP されてるのを見るが、みんなマスクしないで集まっているものね。一人感染者がいたらみんなうつるわ。と、様々な声が上がっている。先日、山本裕介が出演する舞台でのクラスター感染があったばかりだが、今回も、出演者でのクラスター感染が起きなければ良いのだが、舞台関係者は頭を抱える一方だ。皆さんは今回の記事をどのように感じました？